Life Travelers Cafe。ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。この番組は世界各国で暮らしている僕松田美博と若菜が日々感じたことなどをお伝えしていきます。ライフメンター講座が終わりました。終わりましたね。え、初めて山形の名月荘のいつも慣れてる旅館でやってみて、はいはい、どうでしたか？あ、すごく良かったね。良かったねあのでもライフメンターって、うん、まあ何っていう話だと思うんだけど、うんうんうん、これを聞いている方たちにとったら、ね、ライフメンターっていうのはあの、ま、普通なんか講座って何かを学んだりとかすることが多いと思うんですけど、うん、ここでは、ま、学ぶとしたら生き方と、うん、まあ、あの自分について学ぶっていう、うん、感じなんだけど、で学ぶっていうよりかはなんかそもそもみんな誰かをメンターにしなくても自分自身がメンターだよねっていう、自分自身から常に最善の答えも得られるし、うん、メッセージやサインも受け取れるし、うん、そしてあのどこかにすごいメンターを探さなくても、うん、そうあったらもう周りの全てがメンターとして自分にとって必要なことを教えてくれたり導いてくれたりするよねっていうのが、うん、まあ、ライフメンターのあり方なんですけど、うん、まあ、それについてみんなであの知って、うん、そしてライフメンターとして生きようっていう講座なんですね、うん、まあ、それを2泊3日であの合宿として一緒にやっていくんだけど、それをねなんか今回初めてあの私たちにとって一番大切なあの場所でもある、うん、まあ、名月荘という山形の旅館で、はい、やりました。やることができました。はい、感想はそれさっき言ったけど、そうなの、すごく良かった。あ、それで終わり。いや、なんかもうそれに尽きるなっていうか、なんでそう思ったかっていう。でもさ、うんうん、あの若がやる講座って唯一でもこれしかないよね、ほぼ。そうね、だそういう意味でなんかちょっといろいろ聞きたいな。どういうこと？よかったかどうかって。いや、よかったよ話よ。よかったし、うん、あのなんかこの講座はその場でどんどん作り上げていく講座でもあって、人生における、ま、人間としてどう生きるかっていうことに子どもの頃からずっと向き合ってきて、うん、いろいろ自分の中で見つけてきたんだけど、うん、まあそれをあのの一部を、まあ、お伝え、まあ、シェアしながら、うん、あのみんなと共にライフメンターとして、うん、こう自分たちをライフメンターにしていくんだけど、うん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 、なんかあの私の中でちょっと ここはなんて言うんだろう、自分も人間で進化中だからあれなんだけど、うんうんうん、でもあのちょっとつながって結構いろいろメッセージを伝えたりしてる部分もあるっていうことを伝えた上で言うと、うん、あのちょっと人前回までのライフメンターではこの辺を伝えるといいなっていうのがあったわけ、はい、でも私の中で見つけたすごく大事なことがあって、うんうん、生き方があって、うん、でそこを本当はライフメンターでやっていきたかったんだけど、うんうんうん、でもやっぱり私たちもあの進化の上でプロセスがいろいろあるからね、うん、準備もあるし、うん、プロセスもあるから、でもそこまでどうしてもいけなかった、うん、けれども今回いけたんですよ、うん、すごくやりたいなって思っている、うん、とてもね、そのまあちょっとこのラジオでは詳しくは話しないけど、モードの話があって、いろんなモードの話があって、うん、そのモードのことを会うたび、参加者さんに会うたびに、私はこのモードに なってますとかなりましたとかいう話があって、すごい。これはね、なんか来年もやった方がいいなと思った。そう、これは、うん、
でもね別に話実はだ、まあ、話さなくても本当はもうそもそもそうだから、うん、みんな分かってることなんだけど、でも人間をねこうがっつりやってると忘れちゃってて、うんうん、それで苦しんだりとかさ生き方がちょっと辛くなったりすることもあると思うのね、うん、でもこのモードを知るというかそのモードにつながれるようになるっていうことをやるんだけど、うん、それができちゃったら無敵なのよ。いいよね、無敵で無敵ですごい拡大して深まって広がってつながっていくの。だこの感覚がみんなこうなれたら、うん、多分ねただもう今ここで幸せなの。そうという時間でしたね。なんかそれがねすごいこう終わった3日間終わった後にこう皆さんのまたもう次元が変わったような、うん、なんか一つの人生一生分転生したような、うんうん、あのお顔とね、うん、実際のこうエネルギー感とっていうのをこの見れたことがすごく私自身としてはなんかね本当に人って素敵だなって思ったし、人の可能性をものすごくやっぱり感じたし、うん、で一番良かったのはスタッフ。あなるほど。うち、ま、スタッフって言ってもみんな本当に講師として大活躍してる大人気の人たちなんですけど、うん、でもその方たちがもう10年以上ね一緒にその大事な講座は作り上げてるんだけど、うん、でその人たちも受けてもらったの。そうだね、今回ね仕事もしながらなんだけど、でもなんか受けてもらって一緒にこうやりながらやってった時に、うん、そのスタッフのみんながこうすっごいいい感じになって、うんうん、確かにそこがね、うん、なんかブレイクスルーが起きたなって思って、そう、それが一番嬉しかったね、うんうんうん、身近なところは。はい、ミヒはでもどうだった、一緒にさあのやってみて。楽しかったです。おお、どの辺が。うん、ご飯が美味しかったとこが。ほんな別に食事会でいいんじゃないの。食事会、あなた食事会じゃダメでしょ。その感想、感想、うん、ご飯が美味しく食べれるってことは日常もうまくいったってことなんですよ。うん、うん、そうなんだね。そうだよ、話が続かないやね。話が続かないやね。でもほら2人でねこういうセミナーするのもこれが唯一だから。まあそうだね、カンファレンスもセミナーって感じではないじゃない。そうそうそう。あの皆さんが主役だからね。うん、だからそのマカーナが伝えてるメッセージを腑に落とすために何かこう手伝えることがないかなっていう、あみんなのね、みんなに腑に落とす、うん、身につくためにそれをやりました。うん、よかったです。うん、まあ、でも本当にいい時間を過ごさせていただいて、やっぱりねこうなんかいいよね、調和するって。調和、うん、あれ調和なの。調和、調和、調和ってあの、うん、エネルギー感で、こう一人でもこう自分と調和するとその場がものすごいパーッと明るくなるっていう。でもね、今思ったのはあのライフメンターも僕も聞いたわけじゃん。うん、どうだった、その後の発するメッセージが変わったかもしれない。ミヒね、変わったよ、うん、変わったの。なんか人に言ってることが、なんかちょっと変わった、うん、よかったね、よかったね。何々モードにだいぶ近くなってきたっていう話ですね、うん、一受講生として。一受講生だなので感覚でしたね。うん、うん、でも本当にそう。そうで、これはでもねちょっと伝えた方がいいかなと思う。でもね別にこれを受けたらそうなるんじゃなくて、そもそもそうなの、ただそれことを忘れてるだけだから。思い出す講座だね。そうそう、思い出す、うん、もしくは知る講座ですので、うん、まあまたね、はい、あの機会があれば、うん、あの来年やるかもしれないし、やるかもしれないし、やらないかもしれないけど、やるときはぜひいらしてください。もう明月荘も最高の場所なので、うん、はい、というご報告ラジオでした。はい。ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように毎週お届けするつれつれカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。
次回の放送も聞き逃さないように、ポッドキャストや Spotify、Amazon Music、YouTube の購読、フォローのボタンを押してください。それでは、良い週末を。Life Travelers Cafe